F2 次期戦闘機開発に欠かせないジェットエンジンですが、日本は世界でも最小最強のエンジンを作ってしまいました。それが XF9 プロトタイプジェットエンジンです。今回、もう少し詳しく見ていきます。XF9 エンジンが基礎となり、今後、日本のジェットエンジン開発は、さらに加速していきます。基礎ですから大きくも、小さくもできますよね。F3 戦闘機では、双発エンジンにしてほしいけど、2021年現在、日本の防空を担う航空自衛隊の戦闘機は、F-15J イーグル、F-2、F-35 ライトニング 2A 型の3種類が存在しており、昨年 F-4J 改めのおよそ、半世紀にも及んだ運用が、ようやく終了した。航空自衛隊では、任務や用途に合わせて、3種類の戦闘機の運用を続けている状態にあるが、これに加えて航空母艦化を施す護衛艦出雲加賀用に F-35 ライトニング 2B 型も調達予定だ。まあこの F-35 ライトニング 2B 型は短距離離陸、垂直着陸が可能な航空母艦艦の専用機として特殊な存在ではあるが、これをカウントするならば、4種類の運用に移行しつつあるとも言える。しかし、すでに F2 戦闘機の代替機となる次期戦闘機の計画も並行して進められており、現状では2035年前後と言われる F2 戦闘機の退役開始の時期に合わせて、その導入を行う予定となっている。国土の周囲を海に囲まれた日本では、有事の際に、仮想敵国の艦艇の国土への接近阻止を、現在は F2 戦闘機に実装する空対艦巡航ミサイルで、実現しており、次世代戦闘機も、この役割が期待される。2020年12月には、次期戦闘機開発を、三菱重工業が、中核企業として実施する。契約が締結されており、その傘下で、各分野の日本企業やアメリカの、ロッキード・マーチン社が集うプロジェクトになる模様だ。本来、純国産の技術だけで次期戦闘機開発が進められるならば、日本航空自衛隊が求める仕様の自由度は限りなく高いのだろうが、いかんせん、すでに単独でのこうした開発は現実的ではない。すでに現行の F2 戦闘機の開発の際にも、日本は同様の問題に直面しており、この時は、戦闘機のコアな要素である、機関部の国産化のめどが立たず、結果、アメリカの F-16 戦闘機をベースとした共同開発となった。ただし、完成した F-2 戦闘機は、F-16 戦闘機の主翼を含む大部分を大型化し、前述の空対艦巡航ミサイルの搭載や航続距離を延伸する形となり、全体のシルエットこそ F-16 戦闘機だが、中身は別物とも言われている。それでも、日本側が思い描いていた細部にわたる技術供与は得られたとは言い難く、後の仕様変更などにも柔軟に対処できないもどかしさは、戦闘機開発の純国産は、無理でも自国主導を打ち出す呼び水となった。アメリカが自国の軍事技術を最大限利用して優位性を保持しようとするのは、日本側からすれば非常に不都合な状況ではあるが、国家戦略として見た場合には非常に理にかなった行動かもしれない。
オーストラリア海軍の次期潜水艦アタック級計画の入札においては、日本はちょうど逆の立場の輸出側となったが、現地での建造を条件とする。同国の考えに反して、日本国内でそれを行うとしたとも言われる。日本にとってみみれば、当時の入札に提示した双流型をベースとした。潜水艦は、まさに国防機密の塊であり、武器輸出の実績は欲しくとも、現地での建造を安易に認めるわけにはいかなかったのだろう。2020年の新型コロナウイルスの世界的な蔓延から、その責任を中国に。厳しく問うたオーストラリアは、反中国的な姿勢に見えているが、それまでは、親中路線が幅を利かせいたことは確かだったと思える。このため、結果的には、日本にとって生命線とも言える、当時最新鋭の、そう、流型潜水艦を輸出などしなくて正解だったとの声も多く聞かれ、日本の安全保障上からハゼとする意見が多数を占めている。さて、F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機開発の方だが、同機の開発時と大きく異なるのは、今回は機関部の試作品がすでに IHI 社によって開発され、防衛装備庁への納入もクリアしている点が挙げられる。IHI 社のこの機関部は、XF-91 と呼称されているジェットエンジンであり、完成した試作機1機が、2017年6月には防衛装備庁に納入され、これをベースに量産化する予定となっている。IHI 社では、防衛装備庁との2010年度の構成要素の研究の契約を経て、2013年度の段階的な契約によって、XF-91 エンジンを完成させ、この時点で、次期戦闘機の機関部として十分に通用する性能を実現している。具体的には、この XF-9 の1エンジンは、気温15度の時点で計測される根において、通常時に10トン以上の推力を、アフターバーナー使用時にはさらに15トン以上の推力を発揮することが実証されているのだ。この XF-91 エンジンのアフターバーナー使用時の15トン以上の推力とは、現在の第5世代戦闘機であるアメリカの F-22 ラプターや、ロシアの SU-57 に匹敵するのもであり、現時点で世界水準と同等だと言える。単に15トンという推力を発揮するだけならば、強力なエンジンを作れば良いとも言えるが、当然搭載する機体そのものにステルス性と運動性を備えるためには、小型でかつ軽量であることが求められる。その意味において、現時点で、すでに、その性能を確保している XF-91 エンジンは、F2 戦闘機の時には、実現できなかったコアな領域を国産化することに、目処が立ったものだと捉えられていると言えよう。